皆さん、お元気ですか？はい。というわけでですね、今日は何をしているかと言いますと、そうなんですよ。7月8日の、来たる7月8日のジェイズボイス2021に向けての CM 撮りをしてるんですよ。去年はですね、ああいう時期だったということもありまして、はい、無観客で配信のみでやらせていただいたんですが、今回は50名様のお客様をお招きいたしまして、あとは配信配信配信、どこまでも配信で皆さんにお届けしたいと思っております。はい。で、今回はですね、いつも僕を強力にサポートしていただいているピアニストの松田雅人さんをお迎えして、松田さんからまた新しくいただいた新曲に僕が歌詞をつけてお送りしたいと思っております。そしてもう一つ、ここは結構去年も人気があったんですよ。聞かせてチューロータというコーナーがありましてですね、はい、皆さんからお寄せいただいた僕に言ってほしいセリフというのをですね、そこで僕がやっちゃおうということなんですね。もうどんなセリフでも結構です。何でも私喋らせていただきますので、どしどしご応募くださいね。そしてもう一つ、ね、私のホームという語りを皆さん覚えていらっしゃいますでしょうか。で、あれから10年ということで、10年後のホームという、はい、まあ、後と言いますかね、続きと言いますかね、それをやらせていただきたいと思っております。そちらの方もぜひお楽しみにしていただきたいと思います。それでは7月8日木曜日ね、7月8日木曜日、はい、ジェイズボイス2021南青山マンダラ開演18時でございます。お間違いのないように。それでは皆さんとお会いできる時をお待ちしております。待ってます、待ってます、待っちゃうかな、待ってます、待ってるよ。